宇室駅は、かつて、石川県放送郡の土地を右室に存在したのと、鉄道の都線の急行停車駅で、かつ運行場のようとなる駅でもあったが、の都線の廃止により2005年3月限りで、廃駅となった。島式ホーム一面二線かつ、複数の側線を有する地上駅で、有人駅となっていた。また、廃線になるまではのと鉄道の本社が置かれていた。 石川県統計所によると、廃止前までの1日平均乗車人員は以下の通り、右室駅跡鉄道広場の都線廃止後、駅舎は観光案内所などに利用されていたが、再開発のために解体撤去された。跡地には2014年4月26日に、右室公民館並びに、のと町立中央図書館を含む、交流施設コンセールの都が開業。さらにその隣接地に、 野戸町役場が移転して2020年1月6日から業務を開始した。駅ホームは将来的に移設の上、モニュメントとして残される予定であることが新聞などで報道されていたが、計画の変更により撤去された。その後、鉄道緑地広場が羽根駅よりに新しく作られているが、野戸鉄道で実際に使用されていた設備などは使われていない。寺田二千十 P11 ABCDE テラダ2010 P9 AB 広報のと平成26年4月号。能登町広報情報推進課。2021年2月23日閲覧。AB 広報のと令和2年1月号。能登町総務課。2021年2月23日閲覧。ありがとうございます。